天然の魔法ガスだ。この山は今でも魔法が豊富らしい。危険だから吸いすぎて。魔法中毒はごめんだもんな。
こう緊張しちゃうんだ。一気に抜ければいい。あ、ガイドは私。あいつの運に期待しよう。案内はできるか？はい。川沿いを下流に行けば村です。俺たちには任務がある。マコールまで行けるか？ごめんなさい、わかりません。そうか。だが一人で返すわけにはいかない。一緒に来てもらおう。はい。ここからは俺も前に出る。隣で見せてもらうぞ。さて？さあ。頼んだ。一人で十分だ。じゃあな。その程度か。もろい、動くなよ。
気をつけろ。早めに抜けろ。俺の出番。任せた。おっと。カズラ。巻き込まれるな。テラ。巻き込まれるな。先を急ごう。魔法の泉だ。綺麗だな。でも魔法エネルギーを使い続けたらこの泉はなくなっちゃうんだよね。誰だよそんなこと言ってるの。パパ、あと村長も言ってるよ。星は大きく、魔法は無限な。天然のマテリアだ。マテリアは魔法エネルギーが凝縮されたもの。自然の状態でここまでになるには一体どれほどの時間がかかることか。なあ、マテリアがあるとどうして魔法を使えるんだ。お前は本当にソルジャーなのか。マテリアの中には古代種の知識が封じ込められている。星の力を自在に操る知識、その知識が星と我々を結び魔法を呼び出すと言われている。魔法、不思議な力だな。不思議な力なんて非科学的な言い方は許さん。魔法なんて呼び方もダメだ。そう言って怒った男がいてな。誰？科学部門の北条だ。偉大な科学者の仕事を引き継いだ凡人。劣等感の塊だ。さあ、行くぞ。
今だ。セフィロス、よろしく。魔鋼ガスを感知。ただいまリフトをロックしています。空気清浄装置を移動して周囲の魔鋼ガスを除去してください。
待て。なんだ。下がれ。あっち。お前好みの展開だな。そうでもない。マテリアの守りで。盗む気なんてないけど。説得してみる。やろう。しっかりガードしていかないと。まずい。カッポ。世話が焼ける。絶対に勝つ。違う技も試してみるか。技をうまく使え。敵が殺傷になっているぞ。守りがおろそかだ。なんかやばい気がする。
準備しておけ。セフィロス、油断したな。よくやった。おいおい待てよ。さっきから聞いてればよ、セフィロスは随分とご立派でいいやつに聞こえるじゃねえか。実際その通りだった。星の敵じゃねえか。悪の塊だろうが。もっと憎くて憎くて怒りが爆発しそうな話をくれよ。ああ、そうだな。ティファはここにいてくれ。そんな、私も中へ行く、見たい。一般人立ち入り禁止だ、今日は特にな。でも、お嬢さんを守ってやりな。じゃ、もう、しっかり守ってね。